いやあ、みんな、ため取りで続きやっていくよ、資源の女王ね。刹那圭介だよ。ガードマンの隣で、こう始めてるけど、ガードマンと私は一切関係ないよ。じゃあ行くよ。公園だったっけな。公園公園。ここか。お、いますね。みはるだったっけ、ちはるだったっけ、忘れたけど、みはるか。みはるに話しかける前にこの子供に話しかけたいけど、話せるか。砂場入ると靴が汚れるからやめておこう。子供には話しかけられないと、それは残念だ。水飲み場、通称ドリンクバードリンクバーって言えるほど豪勢なもんではないだろう。青いベンチ、滑り台。子供の頃はここでよく遊んでただな。人狼と初めて会った場所もここだったわね。あ、改造シーン入るんだ。意外と改造シーン入ったわ。子供はずき。帰るからどいて。白帽子の男の子。お前の家って、授業参観お父さんしか来ないよな。お母さん逃げたんだろう。お前の家貧乏だもんな。イェイイェイ、貧乏。貧乏人。でっせー。違うもん。やべ、泣いちゃって。大丈夫だよ。こいつの家誰もいないし。ん？人狼、小さい子の人狼が。言って、何すんだ。こいつ、一つ上の学年の可愛いだ。すげえ強いらしい。お、覚えてろよ。ちょっと待ってよ。おい、泣くな。もう大丈夫だ。ありがとう。お前、いつもここで一人で遊んでたよな。友達がいないなら俺がなってやる。俺、河合人狼って言うんだ。よろしくな。何かあったら俺に言え。助けてやるから。困った人は助けろっていつも言われているんだ。お前の名前は？葉月。笹山葉月。子供の頃は人狼によく助けてもらったっけ。今回も助けてもらいそうになりますね。まあ、感動的な話で悪いんやけどさ。いらなくね。滑り台調べただけでこういう階層入るのいらなくない。なんかこの子、さっきの階層で出てきた子供の頃の人狼になんか、人狼に似とう気がする。髪型的な感じがね。ツンツン頭の男の子。蝶は死者の化身ってばあちゃんが言ってたよ。だから捕まえたりしちゃいけないんだってさ。そうかそうか。お姉ちゃんね、その黒い蝶に付きまとわれてるんだ。どうにかしてくれないかな、坊主。よし。あ、なんこれ。こんなんあったんじゃ。水飲み場公園。公園はみんなのものです。ルールを守って楽しく使いましょう。もっとマシな名前つければいいのに。確かに、水飲み場公園って、水飲むんがメインみたいになっとるもん。遊ぶのがメインです。疲れたら、水を飲む、それで OK。はい。待った、早かったね。終わった？もう少しかかると思う。多分今日は遊びに行けないよ。なんでよ。これから図書館に行く予定だから、終わるの何時になるかわからないし。え、図書館？高梨さんに呼ばれてるの。何か知ってるっぽかったよ。それじゃあ、私も一緒に行こうか？一人で来るように言われてるから、今回は私だけで行くよ。ふーん。一人で。ねえ。高梨さんって何を考えてるかわからない人だから気をつけた方がいいよ。調べ物もほどほどにしてよ。私は遊びに行くよ。うん。人狼くんは何をしてるのかな？水塚美晴は一人で出かけてしまった。美晴と人狼が追加されました。情報。え、どういうこと？こっちやな。なんだ？え、どっちやっけこれ。これか。美晴は二人で遊ぶときよりも人狼がいるときの方が目が輝いていて声のトーンも高い。お？それってもしかして恋ですかな？いつか葉月ちゃんが邪魔者になる時が来るんですかな。
それだったらやっぱなおさら一人で行くしかありませんな。それとも何ですかな、マジキスの俺ですから、その二人の間を邪魔する役に入った方がいいんですかな。なんてことを言いながら、とりあえず中央図書館、町の中心にある大きな図書館、広くて本の種類も豊富だけど、なぜか利用者は少ない。そりゃあれだわ、文庫本よりもスマホとかそういう系の電磁辞書の方が流行ってる時代だからね、今はね。まあこのゲームの年代の設定とかは知らんけどね。貸し出し記録のノートがある。どっちの方に話しかけた方がいいかな。お姉さん、1階は児童書、2階は一般書物、3階は特別書物になります。あ、だから3階だったんか。いや、やからって特別はとはいえ、そんな本があるとは思えんのよな。3階の本は持ち出し禁止なので、その場所で読んでください。館内の飲食は後ろの椅子のあるスペースでお願いします。買いたい本があればこちらにお待ちください。閉館時間は21時となっております。それまでには家に帰ってね。おう、メガネのおっさん、一つ聞いていいかい。21時までギリギリおっていいよな。それはいいよな。うん、そうかそうか。いろんな人がいる。1時話しかけたらちょっと面倒やけど、話しかけていきましょうか。怖い話好き？好きー。レアな怖い話の本持っているんだ。もう読んだからあげようか。いいでもさーん。なんだ。あ、もらってみよう。ちょっともらってみよう。じゃあ私の出す謎を解けたらタダであげるよ。解けなかったら金取るよって言いたいのかい。お、これちょっと面白そう。黒10に白20で作られた丸い、あ、もうサッカーボールで分かったわ。サッカーボールじゃないそれ。和の空間の机、黄色い三角のもの。え、なんだこれ、和の空間の机。暗号を隠したから分かったら私のところに来てね。え、なんでそれ。いやー、黄色い三角のもの。それ、黒10に白20っていうか、サッカーボールやけ、もしかして学校の物質のあたりにあるんか、もしかして。オッケーオッケー。ちょっと興味あるな。こういうちょっと隠し要素的な、サブイベント的なもんがあるんじゃ。80キロぐらいで横断性。そういうの別にいらんと思うよ。普通に男性でいいと思うよ。その人の特徴とか普通に書いとる。図書館って涼しいし、静かだし、本読み放題、最高じゃないか。休憩するならここだよね。街の中心に休憩所があるなんて、こんないい街はないぞ。休憩所として利用するタイプの人でした。汗かきそうなタイプの人やもんね。体重80キロって。これだけ本が多いと探すのが大変でしょう。自分の興味のある本だけを読めばいいんですよ。目につきやすい本は光っているからすぐにわかるよ。反対に光っていない興味のない本は読む価値すらないってことです。ようわからん話を聞かれたけど、綺麗な景色を一望できる島ヶ丘展望台から、あ、しま、え、しなまぶです。あ、おじいさんおじいさんおじいさん、大丈夫ですか。マチイエンドじゃったかな、マルチエンドだったかな。なんだこのおじいさん、結末が一つじゃないものをマルチエンドって。マルチエンドってなんだ、サイヤエンドみたいに言うなよ、お前。孫が言っておったよ。違います、それ違います。たくさん枝分かれした新種のエンドウ豆かの、は？マルチエンドじゃないですか。はお？わしは、枝豆の方が好きじゃよ。そういう話をしてるんじゃない。このおじいさん、豆のことしか頭にない。何これ。このおじいさん、頭の中が豆でできとんじゃないか。
何これ。自動のところちょっとだけ入るだけ入ってみる。こんな人がいた。出て、ちょっと光っている本がある。やっべ、なんか関係ないところばっかで興味深い部分があるんやけど。女子高生、ここ冷房効きすぎ、上着持ってくればよかったわ。そんなに。お得な情報、お得な情報、ゲーム的に。あ、ゲーム的にでした。てか、お得な情報4って123がどこにあるかわからん。右下のがどれかだったとしてもよ。このシリーズには時々ネタバレっぽい内容が載っているから嫌いな人は読まない方がいいよ。そんなの1で言えよって怒らないでね。その1がどこにあるのか教えろよって言うけどね。ロングヘアの女の子、図書館は静かにしないといけないんだよ。ということはこいつもネタバレしたくない人は読まん方がいいんだ。特別号ってある。1から3読まずに特別号とか。この世界には鍵のかかっている場所がたくさんありますが、主人公が鍵を入手して入れるようになることはありません。すべて雰囲気作りのためと背景として考えてね。これは別にネタバレ、あーちょっとどいてくれ、お前どけどけ、お前。それはちょっと知っとっていい情報かもしれんな。男子トイレには入れない。常識人。トイレには酔わない。女子トイレも入れない。さっき、3階に黒い髪の女の子が上がっていたよ。3階にある本は貸し出し禁止の難しい本ばっかりなのにね。あの人だよ。高梨さんだよ。変わってる人扱いされるんだね、やっぱ。お、まだあるわ。5とかある。1から3どこにあったんやろ。セーブは15個まで可能ですが、セーブデータはいつか作っておくといいかも。積むことはないけれど、セリフに行き先が出るので、読み飛ばしちゃった時は、どこに行くかわからなくなります。何かあった時の戻れる場所があると心強いのです。なるほどね。まあ、枠要件問題ないけどね。6、メニュー欄のアイテムや情報の枠位置は適当です。必ず順番通りに取れるわけではありません。スペースが空いていて気になってしょうがない人は苦労人だと思う余計なお世話ですか。そうですか。自分でボケて自分で突っ込むタイプのやつだった。もっと向こう行け。7巻で最終回です。短い間ですがありがとうございました。それ6で言わんかった。言っていいじゃない。7でいきなり書かんでもよくない。書いてもいいんじゃない。売れなかったら出版社が打ち切りしちゃったんです。買ってくれなかった人が悪いわけじゃないんです。世の中の、この世の中が悪いんです。うわーん。自虐だよ、もう。邪魔ですよ。どいてくれたまえ。あ、すいません。困るんだよな、本も読まないのにうろうろするやつって。お前そうな、お前がそうじゃないの？違うの？遊びの勧誘が、誘惑がないからって読む？勧誘がないから、図書館だと勉強がはかどるよ。家だとゲームしちゃうもんな。なるほどね。おい、地元に図書館とかないけん、そういう経験ないけど、非常ドア。ここを必要、使う必要はないと。まあそうですよね。というわけで、問題の3階、もっと進めていきましょう。誰だね、君は。ほっほう、なかなかいいアルバイトがあるな。アルバイトのチラシとかあるんじゃ。ここの話かな。怖い本シリーズ第3巻発売中。どうでもいいでーす。来たわね。えげつないゴスの格好してる。もうそんな格好普通はコスプレとかでしかせんぞ。なんかローゼンメイデンに出てきそうな格好じゃないか。ごめんね。待たせた？別に。高梨さんの私服初めて見た。一瞬誰かわからなかったよ。人を見た目だけで判断してると痛い目に遭うわよ。ロックバンドとか好きだからこういう服装も好きなの。ロックバンドイコールこういう服装じゃなくて、ロックの中でもあのビジュアル系ってやつじゃないのか。いや、そういう意味で言ったんじゃないよ。まあいいわ。私のことを全然知らなかったし、まともな会話も今日が初めてだったしね。そこの本棚に分かりやすく目印つけておいたから本を読んで。ありがとうございます。人物のやつ更新されたらしい。あ、なんか2人分ある。
これからさらに下あったりするかもな。過去の違うバージョン。趣味音楽読書音楽も趣味だったんじゃ。黒い蝶の幻や普通の人の知らないことを多く知っている。葉月に協力的で聞いてた噂とは対照的。人付き合いが苦手だけど嫌いではないらしい。なるほどね。やっぱ人を見た目ではわからんのやね。何？無名神社無名の名間違ってませんか？有名無名の神社じゃないの？無名神社だったかは噂だけどね。で、死神が祀られているであったのかな、わからんけど、と地方テレビで放送されて各地からの一部の人の間では人気のようだ。管理者が不在のため実際にはどんな紙を何々しているかは分かっていない。周りは木で囲まれて昼間でも薄暗く人も少ないので一般の利用客はほとんどない。人の念が集中している場所らしく、立ち入るだけでも気分が悪くなったりするようだ。神社の利用者は参拝ので対象者に呪いをかける。稀に、なんて読むこれ。内の、江戸の一つにこんな感じがあったような気がするけど、なんだったかな。何参りをする人もいる。よく知らないよ。だから何参りなのそれ。は、深夜に行うこと。相手が死ぬまで毎日行うこと。そして、姿を見られてはいけないなど。現代社会では条件が難しいが、強い念が対象者をゆっくりと確実に蝕んでいくだろう。念が強すぎるためか、呪いをかけた人の影が後ろに出てしまったり、写真などに影響を及ぼすこともあるという。つまりあれか、これの影響で写真にあの手が出てきたってこと。それはさらに突き詰めていったら、誰かがその何とか参りをした、何とか参りをこの葉月と美春を対象に行ったって言いたいんか。事件性じゃないか。これって謎解きだったっけ覚えてない。全部読んで終わろうか。試験の蝶。一番知りたいことやね。死が近づくと、ご先祖様が蝶の姿を借りて渓谷に現れることがある。ご先祖様なんじゃ、あれ。この時、一時的にしか現世に魂を留めておけないので、数秒間だけしか見ることができない。この蝶を見てしまっても死ぬわけではない。あくまで警告なので何らかの方法で回避することができる。死から逃れられない人間は蝶を見ることはない。よって蝶が現れたら喜ぶべきだことなのだ。なるほど。またご先祖様を大切に思っていない人間はこの蝶を見ることもできないであろう。近年蝶を見ると死ぬという部分だけが噂で伝わり、蝶の幻そのものが嫌われているようで残念だ。へえ、マジか。つまりあれか。ああ、どうにかして回避できるときの、それ、つまりって、そのままの内容やけんな。呪いの文化。呪いの文化は昔からあり、現代でも消えることなく続けられている。人の念は時に科学では説明できないような出来事を引き起こすことがある。人が死ぬように強く念じればその人が死ぬこともある。これを読んだ者の中にはすぐに試したくなる者もいるかもしれない。だがそれは待ってほしい。呪いに手を出した者には自分にも呪いや災いがどんな形であれ必ず返ってくる。人を呪わらは穴二つという言葉がある。これは人を呪うなら自分の自身の墓穴も用意しておくようにということだろう。誰だって嫌いな人間が一人や二人はいると思うが、自身を犠牲にしてまで呪ったりする必要があるのだろうか。都合のいい部分だけを信じて安易に呪いに手を出す者が多い。これを読んだ者がそうでならないことを願う。なるほどね。よし、とりあえず全部。ってことはあれか、一番左と一番右のやつを総合したら、まさ、一番左のやつはさっき言った通りやけど、右のことを加えたら、葉月と、たびたびもう一人の名前を呼ばされるな。美春か。葉月と美春を呪ったやつが、後々やべい目に遭うってことかな？そういうことになる。
ちょっとパート、このパート長なるけど。全部読んだ？めんどくさいってある。めんどくさいです。そんなことを言ってると帰るわよ。すいません。本当は読んだんです。じゃあ質問するわね。今ある噂じゃなくて、無名神社で何々している神様は？七福神とかある。死神ですね。適当に答えてない？え、ちょっと待って。死神じゃなかったっけ？え、死神じゃない？え？え、ちょっと待って。死神じゃなかった？え？ちょっと待って、死神じゃなかったっけ？え？死神じゃなかったっけ？え？嘘。わからないか。わからないとしか書いてないわ。あ、そうなんじゃ。わからないで正解なんじゃ。ちょっと、なんつうか、ボケのための用意されとった選択肢かと思った。人を呪われば、穴二つの穴は何のこと？心の隙間。鼻が正解っていうのは分かってる。鼻の穴的な何かって何だ。選んでみる。困っているみたいだけど助けてあげるのにもういいよ。どうしよう、帰っちゃった。こうなるん？ちょっと。ちょっと待って。何度ふざけても付き合ってくれると思ったらこんなになった。で、やばいやばいやばい。高梨さんの家も電話番号も知らないし、これからどうすればいいの？数日後に。ちょっと待って。何山、笹山葉月はこの世を去った。死因は原因調査中。え？バッドエンド、死因不明。嘘。え？そういうゲームだったん？嘘、マジで？え？本当に選択肢一つですぐにゲームオーバーになるときあるんじゃ。いきなりすぎたわ。対処法分からずじまいで終わってしまったパターンのやつか。このエンディングは。なるほど、これは面白い。じゃあ、次のパートはちゃんと答えます。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。